どうもこんにちは、加瀬祐介です。今日は2021年の7月の4日、時刻は12時08分ということで、ロマンシングサガ3、トーマス主人公編ということでお送りしてまいりたいと思います。はい、前回モーゼスに来て、で、ピドナの、工房の人を探しに来たんですよ。でそこでやめてたんですけど、とりあえずピドナの工房にいちいち戻されるのは尺なので、大体はですね、開発を頼む段階でですね、呼び戻すのが一番効率がいいかなと思います。町の人たちはちょっとまだイベントを発生させた時に話しかけていきたいので、とりあえずはそのまま行きます。モーゼスの、これモーゼスはですね、また若干説明が必要なんですけど、北モーゼスと南モーゼスという、2つのですね、町があるんですけど、確かあれですね、いたような気がしたんですけどね、もしかしたらいないかもしれないですね。モーゼスにはいないか。まずい。しまった。ですね、戦闘になるんですよね。で、逃げれましたね。はい。逃げることができました。はい。ということで、よかった。あら、いないかな、まさか。いないかな。おかしいな。だいたい、いるかなと思ってたんですけどね。いないですね。困ったね、これは。しょうがない。じゃあもう一個出すしかないですね、町を。ということで、町を出しに行きました。ピドナからだいたい港からですね、行けるんですけど、もうでもピドナから行ける町はもうだいたい出揃いましたね、これで。はい、行き先はリブロフです。リブロフ。で、行きたくないと言って、この人は離れていくんですね。タチアナという名前は本名で、エクレアという名前を付けてましたけども、リブロフの豪商の娘というか、豪商というか、お金持ちの家の娘なんですね、実は、タチアナは。でそのタチアナがよその町をフラフラしてる間にですね、リブロフの本家の人たちは一応探しているのかなと思いますが、ただ遺産相続争いみたいなのでタチアナは逃げ出しているので、もしかしたら好都合と思っているのかもしれないです。どっちしてもですね、このリブロフの、詳細についてもまた後々ですねお話します。ここにいるんですよ。私はピドナの工房で働いていたんですと、もうこのセリフはもういいですね。はい、そういうことでこの人を連れ戻します。でこの人には防具開発を頼みます。はい、ということで防具開発はこれでいっぱいいっぱいだったかなと思います。パワーグラブ、これが欲しかったんですよね。かなり優秀な武器で、防具ですね。パワーグラブを開発してもらってますと。あとお金が結構余ってるというか、かなりあるんでですね、9000オーラムもあるんで、でも特に用事はないから、そのままにしておきたいと思います。で、ロビンですね。ロビンはどうしようかな。割と使ってもいきたいけど、そこまで大事にしていこうとも思えないので、とりあえずタチアナはですね、仲間にしてあげますか。しょうがない。はい、シャーベットという名前に変わってしまいました。はい、リブロフに行ったらこの人は外れてしまいます。あんま強くもないんですけどね、魔力もそんなに低くないんで、タチアナはなんとなくメンバーに入れておきたいんですよね。ということであればですね、しょうがないからタチアナにも、魔法をちょっと装備させたいと思います。エレンも今回は最後まで できれば一緒に使っていきたいかなと思います。なのでまずは、エレンですね。エレンはなんとなく太陽のイメージがあるんで、そうですね、ヒートウェーブよりもデイブレイクをちょっと覚えさせておきます。で太陽と、そうですね、白虎のイメージがあるんで、とりあえず白虎覚えさせておきます。
で、ノーラ、ノーラもちょっと今回割と使おうかなと思ってるんで、ノーラもどっちかというと太陽のイメージがあるんで、太陽で、まあ、地の術はとりあえず置いておきます。ロビンです。ロビンは一応覚えさせておきますか。とりあえず月のイメージなんで月の術を。でシャーベット、まあ、この人はですね、まあ、シャーベットという名前は初めて見たんですけど、まあなんとなくですけど月の術を覚えさせておきます。あと地の術はとりあえず後回しでいいです。まあ、そんな感じでとりあえず術も覚えさせましたと。であとはあそうですね、ジャングルです。ジャングルを攻略してたんですよ。まあ、あの妖精を仲間にしに行っております。明けから、まあ、妖精の村まで、行きたいんですが、若干道順を忘れています。あと敵がめちゃくちゃ多いんで、まあ戦闘回ですよね。まあそんな感じになります。こんなとこに出てきましたと。ああそっか、またフリーファイトになってましたね。とりあえずトーマスは術を使っていきます。ですね、まあいいや、とりあえず術を使います。あ、傷薬じゃないです。この人は弓を使わせてたんですよ、弓で。ロビンはまあいいや、とりあえずこれを使います。でこの人はしばらくはまあ剣を使わせておきます。はい、倒しました。やっぱサンシャインはめちゃくちゃ強いですね。やっぱり術の力もアップと、術酒もゲットという感じですね。そしてまた敵だ。はい、倒しました。またこの弱いもう植物系のやつはもう全然上がらないんですよね。まあ技ポイントは上がってるんですけど、ステータスが全く上がらないんですよね。で道も忘れましたしね。なんかどこに行けばいいか全く忘れてしまいましたね。ここは一番最初か、ここじゃないです。妖精の村はどっち、こっちだったような気がします。ああ、ここの下に行きたいんですよね。この今目の前の真ん中のあの葉っぱが上に登っていってるところが、あれが妖精の村なんですけども。はい、倒しました。ところでもうセミの鳴き声がめちゃくちゃ聞こえてくるんで、まあ、夏っていう感じですね。夏は暑いんですけど、ちなみに私の部屋はですねエアコンがないんで、今扇風機を3台ですね、扇風機3台で今過ごしております。まあそれはいいんですけど、ああそうだ、陣形を変えないといかんですね。はい、倒しました。サンシャインで一発でいけるのがいい感じです。そしてそろそろ妖精の村にたどり着くはずなんですけど、なんか同じところをぐるぐる行ってるだけのような感じになってます。これは先に果実妖精につきそうな気がするんですけど、どうやって行くんだったか忘れましたね、マジで。こうやって大体同じところを出入りしてたらどんどん場所が変わっていってですね、でたどり着くという大体そういう算段なんですけど、こっちやったかな、これ忘れましたね。はい、倒しました。実は戦闘はカットしてますけど、なんかすごく苦戦しました。あ、体術が上がりましたね。そんな感じで、まあ、敵はどっちにしろこう戦闘回数を重ねることにはまあ意味があるのでいいんですけども、まあせっかく戦うならですね、効率のいい敵と戦いたいところですね。この下に行きたいんですけどね、これ忘れましたね、マジで。はい、テタラメアを覚えてくれました。この技を覚えてほしいがためにですね、今ノーラに弓を使わせてるんですけど、まあでも、まあ、ノーラは器用さ24もあるんでですね、まあ、かなり優秀なあのキャラクターかなと今思っています。
多分器用さ24っていうのは多分相当強いですよね。はい、倒しました。とりあえずデタラメを覚えてくれたんで、まあよしとします。はい、また敵に当たりましたね。陣形をそろそろ変えないといかんですね。はい、倒しました。まあいい感じに戦闘の回数は重ねていっておりますが、全然ステータスが上がっていないというのが現状です。ここの下に行きたいんですけどね。おかしいね。どうやって行くんだったんでしょうか。マジで忘れました。おかしいな、なんかおかしい。これは右に行ってもダメでした。で、下に行ったらどうかなというところで、あ、そうや、陣形をまた変えるの忘れてました。はい、倒しました。あ、デタラメアの極意習得しました。はい、いい感じです。さて、ここは逃げろ。ここはここのような気がしますね、なんとなく。あ、ここですよ、ここ、ここ。そしてで、左に行って、あら、あー、そうそうそう、ここなんですよ、間違いない、ここでした。はい、思い出しました。今さっきのとこはもう固定してあそこになるんですよね。あら、あら、おかしいな。ここからですね。そうそう、思い出しました。これ裏側に行かなきゃいけないんですね。いやー、なかなかジャングルは、酷ですね。そしてまた陣形を変えるの忘れてましたね。あ、稲妻キックを覚えましたよ。この稲妻キックは実はかなり強いんで、なかなかいいですね。体術も上がりました。多分さっきの植物は割とレベルが高く設定されてるっぽいですね。ちょっと強いみたいなんで。なので、そろそろジャングルでの戦いも、まあ、ステータスのアップに影響するようになったというところですね。って思ってたら、また昆虫の一番弱いやつが出てきました。はい、倒しました。なんでこんな弱いやつが出てくるのかわかりませんけども、まあ、いいとしましょう。さあ、ここなんですよ。ここを上がっていって、ここを上に行くと、これです、これです。ここで妖精の村なんですね。で、妖精の村は、まあ音楽もなんかこう、すごいのどかな音楽で好きなんですけど、妖精が今飛んでますけど、実はかなりいたずら好きという設定で、この妖精の村は結構いろんなギミックが仕掛けられています。例えば今トーマスがちょこんと立っているところは、ダッシュしないと落ちていきます。はい、今ダッシュをして移動してます。まあ基本的にはみんな話しかけます。そうだ、青い蝶を追っていくと、アウナスの果実要塞へ行けるわということで、これ言ってることがみんなバラバラなんですよね。あ、青って言ってますけど、多分ですね。あ、黄色とか、赤とか、こいつは嘘ばっかついてるんで、こいつらに話しかける必要はありませんよと。で、みんな同じです。この辺も飛んでる奴らは嘘をついてるだけですと。で、ここはダッシュしないと落ちていくんですね。で、こいつらはみんな嘘をつくだけなんで、無視しておきます。で、この村には割と宝箱が置いてあって、これ宝箱なんですけど、妖精のハーブをくれます。で、飛んでる妖精は嘘をつくだけなので、スルーしていきます。まあ、飛んでる妖精はということですから、この固定のやつはですね、ティーはいかがと言って、飲んだら、痺れて街から出ていくんで、あ、まあ、こういうセリフを吐いていますので、ろくでもない妖精なんですね。で、ここはですね、確かジャン、あ、そうそう、ここはダッシュしたら逆に落ちていく場所なんですね。そういうなんかしょうもない仕掛けが結構ありますよと。で、ここを下に降りていくと、なんかあったかな、ちょっともう忘れつつあるんですけど、あ、そうだ、この宝箱が結構あるんですよね。これ取って、妖精のハーブ、妖精のハーブ。妖精のハーブですね。妖精のハーブは確かかなり回復してくれたような気がするんで、一応確認します。あ、全員の技力と術力を回復という感じで、かなり有用なアイテムでした。なんか左にも行き場所がありますが、
これは落ちるだけのところですね。とりあえず落ちますか。まあ、あの戻るより落ちた方が早いと思ったんで落ちましたと。まあ、なんかそんな感じで変なギミックがいっぱいある妖精の村ですが、まずここをダッシュして、とりあえずまあ上まで上がっていく必要があるんで行きますけども、ここをダッシュして、でこれはダッシュして行かないと落ちます。で上に上がって、でこいつはさっきのやつなんでムスルして、ここはですね歩いて行かないと確か落ちるんですよね。はい、歩いていきます。そして上がっていきますと、あ、宝箱があります。はい、妖精のハーブですね。でこの人は固定なんですが、その窓からジャンプすると空中にある隠れた宝が取れるのよと言ってるんですけど、絶対嘘だと思うんですよねこれ。ああ、はいはい、これは嘘をついてますね。ここは関係がありませんでしたと。そしたら戻って、ここもダッシュしたら落ちていきます。でそのまんま出て、あ、ここですね。ここは確かダッシュしないと落ちるんだったような気がします。確かちょっと忘れました。多分あれでよかったと思うんですが、で下にも多分妖精のハーブがありそうな気がするんで下に行きまして、下に行きまして、あ、これさっき行ったところでしたね。はい、戻ります。さっき行ったところだったので戻りまして、でさらに右に行きますと、ここですね。ここを出て、でここはですねジャンプして、でゆっくり行ってじゃないと確か落ちたような気がします。でここも何もないんで、やっぱ部屋が非常にメルヘンチックでいい感じなんですけど、まあ、妖精の心は汚いという感じですね。妖精のハーブでした。はい、で次が多分最後だったと思うんで最後まで行きますが、ああ、ここですね。ここです。はい、この人なんですよね。あら、話しかけられない。この間はお礼も言わないでごめんなさい、逃がしてくれてありがとう。赤い蝶を追っていくとアウナスの果実要塞へ行けるわということで教えてくれました。あ、そうか、この人はアウナスを倒さないと仲間にならないパターンですね。今初めて知りました。赤い蝶を追っていけよということなので追っていきたいと思います。とりあえず果実要塞までは出しておきたいので。あ、そういうことか、仲間にならないんですね。あ、ここはダッシュして、あ、ダッシュしたら落ちました。はい、ということなので果実要塞をそのまま探しに行きます。あ、妖精が仲間になると思ってたんですけどなりませんでした。はい、倒しました。さてさて、ということなのでとりあえず陣形を変えておきます。陣形がいつまでもフリーファイトになってしまっています。まあだいたい今のところですね、パワーレイズでトーマス中心で行こうかなと思っております。さあ、じゃあ果実要塞へは赤い蝶を追っていきなさいよということなんで、まあ赤い蝶を追っていきますか。はい、倒しました。サンシャインはやっぱ強いですね。非常に霊種もゲットです。まあ、今ちょっと思い出したんですけども、魚鱗の鎧を装備してなかったような気がしますね、そういえば。なのでこの中で一番弱いのは、まあ、特には差がないんですけど、まあ、重要な人物といえば、まあ、トーマスかな。やっぱりトーマスがやっぱ一番強いんで、魚鱗の鎧を装備させて、この人の、まあ、装備はかなり万全になっていますね。でその他なんか防具がない人をとりあえず、あ、特にはいないですね。この人ももうダメでした。あ、結構装備できてない人がいますね。それはちょっともったいないですが、まあいいや、とりあえずは進めます。赤い蝶を追っていくと果実要塞がありますよと。
赤い蝶、赤い蝶。あ、なんだったかな、名前忘れましたね。とりあえずちょっと術力がなくなってきております。これはちょっとまずい。はい、倒しました。まあかなり余裕ですね。さてさて、そしたら果実要塞まで一気に行くためにもですね、まあアイテム1個使っておきますか。ヘビコを使い切ってしまいましょう。とりあえず、あら、術力が足りないって言ってたような気がするんですけど、9ありますね。ちょっと勘違いしてたみたいですね、どうやら。はい、勘違いでした。そしたら、赤い蝶を追って、あら、しまった。陣形を乱されました。はい、倒しました。あんな弱い木を一人相手してても全然、あのステータスが上がらないんですよね。初期の頃にバンバン上がってたの、まあ、あの記憶にあると思いますけども、このジャングルに来てからバンバンステータスが上がるとかいうことはないですね。はい、倒しました。サンシャインは強いです。あ、弓のレベルが上がりましたね。そういえば全然弓レベルが上がってないんですよね。ノーラがいつまでも弱いまんまになっています。ここか、ここをとりあえず入って、とりあえず赤い蝶がなんとかって言ってるんで、今ちらっと赤い蝶が見えたような、これ赤かよく分かりませんけど、これ多分赤なんですよね。なんかとりあえず別の場所には出てきましたよと。あ、これ多分赤の蝶だと思うんですけど、いや、最初に戻ってきたんですよね。10回は戦ってないんで、ちょっともう一回出ます。赤い蝶、赤い蝶。とりあえず、あ、これ多分赤だと思うんですけど、これはまたここに行かないとしょうがないです。赤い蝶。あ、着きましたね。はい、ということでアウナスの果実要塞に着きました。あー、懐かしい。この果実要塞の音楽はあんまりかっこよくはないんですけど、とりあえずここまで来ましたね。どうしようかな。まあいいか、とりあえず一回戻ることにします。はい、倒しました。術の力アップ。あー、このハリシュードラ、バリシュードラか、結構序盤から出てきてるんですけど、やっぱ結構強いです。ある程度宝を焦っても良さそうな気がします。ちょっとまあレベル上げがてらですね、次回まあそんな感じでもいいかなと思いますが、そうですね、ちょっとレベル上げがてら動いてもいいかと思いますし、あのファルスの野党の巣窟がそろそろ出てるんじゃないかと思うんですけどね。今回はちょっとポールを仲間にしたいんで、ポールを仲間にするか。あとまあそろそろ別のイベントも動かしても良さそうな感じもしてますんで、そういう方法もありかなと思いますが、とりあえず倒しました。はい、ということで一応果実要塞に到着しましたよというところで、まあ、今回はここまでにしようかなと思います。なのでまあ一応果実要塞までということで以上にしたいと思います。まあ今回はまあ割と戦闘回数も重ねましたし、まあまあぼちぼちイベント自体は進んでいってますよっていうことで、まあよしとしたいと思います。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。さよなら。